単独では改善できない。これはマットレスや布団の硬さが重要です。腰が沈み込んでは寝返り打てないですよね。はい、腰がしっかりと支えられるイメージとしては、比較的固めの畳の上に5センチぐらいの布団1、2枚っていうのが適度な硬さとなります。ベッドで言えばスプリングコイル、ポケットコイル、こういったしっかりしたバネで腰の部分を支えられないと寝返りが打てません。枕だけを整えてもダメ、布団とかマットレスを整えるだけでもダメ。この2つを一緒にやることで最適な睡眠姿勢、首から腰全体を支えてくれることが大事です。2点気づきましたね。はい、今日はですね、この側腕症、体の横曲がりから横から見ての前腕後腕、いろいろな姿勢異常悩んでいる方も少なくないと思います。でもそういった方もぜひ枕の高さと敷物を適度に硬くして、寝返りが打ちやすいようにすることが何より大事なんだと。今日からもしお家の寝具の中でもそういったものあれば試していただいて、楽に寝返りが打てるか、そうすると朝どんないい状況が生まれるか見てみていただいて、これを毎日続けることやってみてください。